こでカミングアウト。人間と魔物の気持ちがわかるすごい希少な存在だよなリムルは。嘘、もう殺す気でやるってこと、本気で。いやー、安心感が半端ない。許せねえ、許せない。アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは転生したらスライムだった件第33話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました転スラですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、前回シオンが人間たちにやられてしまったということが明らかになり、ゴブゾウも含めもうみんなの無念を晴らすためにもうリムルが暴走するのかと思いきや、まあヒチルの望みがつながったと魔王になればそのエネルギーの余波で魂が帰ってきて生き返ることができるんじゃないか、シオンたちは生き返ることができるんじゃないかみたいな話だったので、今回それに向けてどういう風にリムルたちが行動していくのか注目していこうと思います。それでは見ていきましょう。よーいスタート。さて行きましょう。もういレッツゴー。さてという感じで、さあ魔王になって1万人でもやらないといけないのか。冷静に考えたらやばいな。人間1万人かなり溝が深まりそう。1万人もやってしまったら、まあでも仕方ない、シオンのためだという感じですね。はい、 OK 行こう。さあ、さあとりあえず結界があるうちはっていう感じだね。まあとりあえず魔王になろうというところで、まあこんな形で魔王になるとは思わんかったな。なんかめちゃくちゃ DM で魔王について解説してくださる方がいたから、あー魔王になるんだなと思ってたけどこういう形でなるとは思わなかったな。なし崩し的になっていくのかと思ったら、さてさあこの子たちも絡んでくれると嬉しいですね。ストーリーテラー。さあここベレッタらしいですね。ここか。やっと反映できました、コメントが。なるほど。かわいいラミリス、かわいすぎる、マジ天使。そしてヨウも国王にしなきゃいけないわけなんですけど、なかなか仕事が多いですね、ヨウムくんも。さあこのエルフも気になるしな。でこれが多分魔王になった姿なんだね。さあこの姿も気になる。多分ミリムっぽいけどな。さあ行きましょう、レッツゴー。うんうん、サリオンのおとぎ話だよね。うん。さあ多分でもでもミリもこう引き入れるにはそこら辺の流れも大事になってきそうですね。さあ魔王になる。結局種を開花させる必要があるんだよね。詳しく読んでないからあれだったんだけど、解説もどこまで読んでいいかわからないからあれかもしんないけど本当にありがたいんだけど、深くは読み切れてないので。うん、全然あるよ。あるなら書けるよね。お、言うんだ、え？あら。ここでカミングアウト。まあでもそう考えると人間と魔物の気持ちがわかるすごい希少な存在だよな、リムルは。うん。守るべきものがいっぱいできたね。守りたい存在もたくさんいるし、いろんな出会いに恵まれてる。大切な仲間。まあでもそのタラレバはな、そのタラレバはちょっとどっちにしろひなたも動いてたからな。まあそんなみんなあれは無理だ。でも冷静に考えたら、でも帰ってきてたらひなたがここに乗り込んできた可能性があるんだよね、多分。そう考えたら運が良かったのかもしれない。うわー、白狼締めてくれるな。みんなリグルド、そうね、そこは変わんないもんね。そうね、種族とか関係ないもんね。そうだよね。もう一度そこら辺のね障壁はもう全部出てるからね。スライムなのに名手か、それは人間だったとしても変わらないし、中身をこう崇拝しているわけだしね。さてカイジンどうする？そうだよね、そこだよね。うん、そうなんだよね。わお。できるかな。うん。まあ理想論に近いよね。うん。下地がいるよ。まあそうだよね。それが一番でかいよね。うん。ああ、そういうふうに。ああ、優しい魔王だっているよ。ああ。あら、そうですよ。あら。カビル。みんな頼もしいね。ああ、新たな国を作るわけか。だから一番近い国王になるってことでしょ。窓口になってもらおうとしてる感じだろうね、多分ね。あー、エレンさん本当にちょっと前回のエレンさんがいい人すぎて本当に泣きそうになる。本当にねえ、さあ、あら、うん、あ、2万だっけ。うん。1万。おお、傭兵だ6000。1000、1万7000。おお、なるほど。召喚者がいなければだよね。でもそれってうんあ、そう、これ他の人が倒してもいいの？ああ、そう、全部多分リムルがやんないといけないよね。ってことは、さあ、そうなった時に、結構でも重荷にはなりそうだよね。縛りなしで戦えるならまだあれだろうけど。ああ。まだある。おー。あ、ご無造。シオン。ああ、けじめか。もう、進むとこまで自分で進むっていう。おう。そうね、やっぱりおー、わお、5部隊それぞれ部隊を分けて、おお、結構西が派手だね。上がソエたち。おお、ガビルいける？あははは。まあ、ああ、そうか。やるだけやる。どういうこと？リベンジ？あ、そうなの？あ、そうか。そっちだからか。え？あ、嘘！もう殺す気でやるってこと？本気で。そうか。ああ。おお、みんなただでもその結果がなかったら魂散らない。大丈夫かな？一応とどめてはおけるか。ああ、お願いします。ああ、シュナ、もう総動員だね。あ、そうね、ミューランならできるんじゃない？ああ、もうみんなが協力。さて、ありがとう。お願いしやすでやんす。わあ、もうなんか、もう、おお、早めに仕掛ける？おお、なるほど、仕掛けに行く。さあ、もうみんなで。そうか、白論まだ油断してたのか。まあそうだね、手の内が見えない相手だったから様子見てる間にやられちゃったって感じなんだろうけど、いやー、安心感が半端ない。さて、お、クレイマン、お、吸い上げる気？真なる魔王、さらに上がある可能性があるのか。あら、まあそうか、魔王のふりをしてるだけかもしれないっていうところでもあるしっていうところなのかな、見立て的には。まだはっきりとしてないもんな、クレイマンに関しては。あら、ガビル様。さあ、みんなで。お前たち。仲良し、でもガビル親衛隊たちもね、みんな働いてくれてたもんね、中でね。さあ、兄貴たちを冷ややかな目で見ているな。おおまあでもまあこと戦闘においてガビルは信頼できるよね。弱くはないもんな。しっかり名前ももらってるし。おー、みんなで指揮能力も高いもんね、ガビルは。さあ、もう総動員、総力戦だよ。さあ、ベニマル一人でさあいるぞ。許せねえ、許せない、許せない。キララちゃんだけちょっと、キララちゃんだけまだ直接的な被害が出てないから、ちょっとキララちゃんだけちょっと情状酌量の余地はある。ただちょっと前2人はちょっとダメだな。完全に思考が邪のものだからな。さて、ミューランとシナノ、うわ、でももう本当にいろんな種族が協力してくれてるよね。魔人もオーガも。さて。ここが駐屯地？さあ、始まる。うわー、やばいなー、マジで。さあ、まあシオンの蘇生だというところだけど、もうこれは覚悟だよね。まあ多分旗から見たらやっぱり魔物が襲ったっていう風に見れるかもしれないけど、まあ、それはもう仕方がない。やってきたのはそっちだから、完全にもう自衛だよ、自衛。さあ、もう本当にシオン帰ってきて、ただちょっとミリムも気になるよね。このサリオンの何、すごい王家か何かに重要な大きなね、家に伝わるおとぎ話ってことだけど、何かしら深く関係してるのかな。あ、でもよし。いや、でも魔王になっていくっていうね、もう本当にドキドキしちゃってるよ、本当に。僕が今から緊張してるもん、本当に。いや、でもいいですね。ごめんね、ちょっと魔王についてね、ちょっとなんかネタバレ、どこまでがネタバレかわかんないから、はっきりと解説してくださってる方とかコメントでもいるんだけど、はっきりと脳に焼き付けてないから、あれ説明したのになってなったらごめんね。メギド。はい、というわけで見終わったわけなんですけど、メギドということでね、メギドラゴンでございますということで、さあ次回やっていくわけで、神の怒りか。なるほど。さあめちゃめちゃ熱くなっていくんじゃないかというところで、もう本当に僕も今から緊張してるんだけど、さあどうなるのか、もう、どういう風になるのかがすごいドキドキなんですよ。うわー、痛快っていう風になるのか、うわー、やりすぎじゃないってなるのか、僕の感情が今どうなっていくのかっていう緊張が半端ないですね。はい。まあそうやって魔王になっていく。クレイマンの真なる魔王っていうのが気になるよな。魔王じゃないの？どうなんでしょうね、そこら辺。クレイマンは魔王でいいんだよね。ごめんね、本当に。いろいろと細かく解説をこう載せてくれる方とかいっぱいいるし、DM でも結構いろいろといただくんだけど、なんかどこまでがネタバレかわかんないから、みたいな、そういう感じで読んでる時が結構あるから、もう特に魔王に関しては、なんか2期でも重要な、みたいな、そういう題材で送ってくれた方とかもいるんだけど、2期でも重要なって言われるとなんかちょっと勘ぐっちゃうから、ちょっと僕も、みたいな、ぐらいでしか読めてないから、あれなんだけど、だからあんまり深く読めてないから、なんで説明したのに覚えてくんないのみたいなことがあるかもしんないけど、許してね、ごめんねいやー、でもこっからもうまさかだよね。でも本当にリムルが人間カミングアウトするとは思わなかったな。それでいて、俺はあくまで人間側の方かもしれないけれども、お前らとも仲良くしたいっていう風にあるしっていうところで、まああくまでなんだろう、人間を嫌ってほしくないっていうのもあるんだとは思うんだよね。俺はあくまで人間側の存在でもあるんだよっていう風に示すために、あくまで自分の前世が人間だったっていうことをこうあれしてるのかなっていう風に思うんだけど、いやー、でもこれは相当モヤモヤした中で覚悟を決めたと思うんだよね。やっぱりこう自分のさ、あった場所を人間としてなんかこう生きている人たちっていうのを見てるわけじゃん、やっぱり子供たちとかも含めて、そういうのを見てきて、しずさんもすごいやっぱり人間に対して深い思い入れがある。魔物よりもどっちかっていうと人間に対する思い入れだったりも強くあるし、やっぱりどっちかっていうとやっぱり心の比重は人間にかなり強く寄っているリムルだけれども、それを切るというか、それをこう押し殺してでもシオンたちのためにこう魔王になってっていうところで、いろいろと思うところはあると思うんだよね。やっぱり今現在の魔物としての自分と、人間だった頃だったり人間とこう向き合う上での良心みたいなものもしっかりあると思うから、もう今回は覚悟を決めて完全にやってしまうぞっていう感じになっていくと思うんだけど、いやー、でもリベンジ楽しみだな。やっぱりあの召喚者、いやもう本当にね、やっぱり、好きな人たちもいるかもしれないから、ちょっとあんまり強くは言えないんだけどね、本当になんとかリベンジしてほしいなと思いますね。でもなんか許すのかなと思ったけど許さないっぽいですね。そこら辺はもうけじめなんだろうね。なんかやっぱりでも割り切ってるんだろうな。やっぱりこれは必要なことだし、俺としてもけじめをつけたいっていうところもある。やっぱりそこでやっぱり優しく言い続けると、常にこうやっぱり良心を残して本当に仲間を守るために一歩こう踏み出さなきゃいけないけど踏み出せなくなっちゃうっていうのがあるから、それも全て覚悟の上でやっていくぞっていうことなんだろうけど、残念、正吾さよならだ正吾っていうところではあるんだけど、いや白狼がマジで本当にマジで心強すぎる。もう遅れは取らん、もう信用しかないじゃん。もう本当に前回は油断したけれどもなっていう、多分様子見てたんだろうな。様子見てたらやられたけど、今回はもうどういう風になればどういう風に動くかっていう、もう感覚とかも分かってる、中でどういう風に戦っていくのかも全て理解しているからこそっていうところではあるんだろうな。さあゴブタも含めて、ゴブタもすごい感情的だもんね今回ね。すごい楽観的でいいんじゃないですかみたいな感じだったけど、もう本当にやっぱりゴブ像の仇を取りたいっていうところもあるから、いやーマジで許せねえ、本当に人間許せねえっていう感じではあるけれども、とりあえず魔王として覚醒して、とりあえず人間と立場を同じにしよう。本当に話ができないっていうのは多分ダメだ。本当にこの状況は良くないから、いやーもうとりあえず魔王として覚醒して、交渉のテーブルにも立たせてもらえるようにリムルが覚醒していくのをこう見ていきたいなというふうに思うし、でも本当にリムルもね、イングラシアに長居しちゃったみたいな話があったけど、でもイングラシアから早く帰ってたら、多分ひなたってイングラシアじゃなくてこっちに来てたよね。テンペストに来てたよね。かなりやばかったよね、正直壊滅してもおかしくなかったまであるけど、運がいいのか悪いのかっていう感じではあるから、とりあえずね、次回どうなっていくのか注目していこうと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思いますので、次回も楽しんでやっていきましょう。以上、転生したらスライムだった件第33話でした。バイバイ。